第37期縦断戦ベスト16 B 択最終戦の模様をお届けいたします。実況は古川彩乃が務めます。よろしくお願いいたします。そして解説は今野慎太郎が務めます。今野プロよろしくお願いします。はい、お願いします。それではそろそろ対局と参りましょう。第37期縦断戦ベスト16 B 択最終戦後輩の開始です。最終戦はちーちゃからホンダ、そしてなんちゃ桜井、シャーちゃ瀬戸熊、そしてペーちゃに杉浦という並びで開始されました。パンダの親番ドラはリャンピンです。さあいよいよ熱い戦いも最終戦となりました、はい、さあこちらホンダ親番のホンダのハイパイ両派が統一、両面が3組のこの形かなりいいんですけど打点は見込めない。はい、ドラ受けはありますがドラは現状手の中にはありません。そうですね、流派は凝らしてドラ引くとかして高くしたいとこではありますね。はい、まあ、単品系に行くとかですね。そしてなんちゃの桜井はトンガ統一、マンツで一目完成しています。瀬戸くんは 1,2,3 の3色が見える形。まあ、杉浦さんはよっぽどのことがない限り、はい、まあ、勝ち上がりって感じですかね。現在一人打ちの杉浦、うん、さあ、あとは2着の椅子をかけて本田桜井瀬戸くまの戦いとなりそうですが、サトン仕掛けた、はい、桜井さんと瀬戸熊さんはお互いより上で本田さんを沈めて自分が浮けばほぼ満たす感じですかね。本田さんが浮いてる場合は本田さんより上の着順で争点である程度の差をつけなきゃいけないって感じですかね。はい、ただ条件は決して厳しいわけではないですよね。浮き沈みが作れればもうほぼ達成するぐらいの点差ですね。本田としては少しリードはしているものの、まあ、本田の立場としてはどうしていけばいいんですか。まあ、まずは浮きをキープしつつ、はい、なるべく離すと、うん、いうことが必要になりますね。だから例えば今、トン局の親で、はい、1500とかの上がりをしてもそんなに意味がない。うん、例えば1500上がっても次1200に沈みになっちゃうんで、はい、まあ、なるべく高い手だけど、相手に上がれるよりは自分が上がった方がいいみたいなね。現状桜井にトンのポーンが入っている。はい、宝珠は避けたいですが、宝珠するとマイナスになってしまいますからね。はい、難しいところ、難しいところですね。でもシンプルに考えればトップ取ればいいんでしょっていうシンプルは、はい、それが一番シンプルな感じですね。でもこういう時ってトップってどうやって取るんだっけみたいな感じになりませんか気持ち的に。うん、あ、ドラ引きましたよ。さあ一歩前進です。瀬戸熊もいいシャンテン、瀬戸熊老朽層の受けも残していますが、そうするとドラのリャンピンが出ていく形になってしまいます。ドラにリリーチあるんですかね。どうなんでしょう。例えばこれ500戦積もっただけで、はい、条件満たすんですよね、あの瞬間ですけど。はい、さあ杉浦は、特に無理はしなくていい。そうですね、さあ天敗だ、ね、スーチーピン、さあ桜井にスーチーピンの天敗が入っています。
バスルーラもイーシャンテンになった。ただもうやめてるんでね。はい。桜井さんは逆にこの300、500を積もっただけで、あ、これはリーチだ。これは瀬戸熊ドラを重ねてのリーチ、数値ワン。これ2人にとっていきなり勝負どころですね、はい、瀬戸熊さんと桜井さん。さあ、瀬戸熊打点がある。いやー難しいですね、本田さん上がりがでもちょっと遠そうなんですよね。流派はションパイ、うん、なんで落とすのも難しいけど来ましたね。ボーフィンは瀬戸熊流物です。桜井は押し切るんでしょうか。いやある程度いくと思いますけどね。どうだ、しゃがんこになったが、これはつもりに。でも桜井さんの手は、はい、シャアでね落として回ったことはできるので、はい、押して一筋ぐらいじゃないですかね。終盤になってきてるんで、これが最終盤になればね経験倍量で押すかもしれないですけど。さあ、そして本田も手が止まった。ローソーは通っているが、ワンチャンスレパーソー、まだイーシャンテン、イーシャンテン粘っている。まだスーチービもいるぞ。スーチーワンも、スーチーワン、1、2、3、4、4枚手の中、5枚目がここに来た。バニは1枚、残り2枚、残り1枚ですね、バニ2枚なんで残り1枚ですね。さあ、しかしまだいる。どうだ、いやーいいピン打ちづらい、さすがに打ちづらい。ここはシャワーになった。本田さんでも入りによったら G1 大丈夫ですかね。さあ、こちら本田がサブロー、これはローワンですね、ローワンですね、はい、失礼しました、ね、はい、さあ本田もなんとかテンパ、テンパ復活、いいピン短期。本田もなんとかテンパを入れた。本田の街はウーパーワン。うわ、スーピンは大丈夫か。桜井さん回った後ですもんね。さあ、と一曲、本田、桜井、瀬戸熊の3人テンパイデビュー曲です。本田さんも勝負のテンパイデビューですよね、通ってない時に。はい、怖いですよね。怖いというか、まあ、ここねマイナスに入っただけでも相当危なくなるので、はい、覚悟の上でってことですね、押しましたね。本田の4番連チャンです。と一曲一本場、ドラはローソー、ドラドラ。さあ、親の本田ドラドラが見えていますが、残りが少し重たいか。そうですね、なんかパンパイしとくの欲しいところですね、はい。さあ、そして流派が統一なのは桜井、うん、ここが早そう。ただ統一しても見える。瀬戸熊は通り組みですね、はい、画面完成しています。どうにか本田も粘りたいが、あ、三品頑固になりましたよ。桜井さんですね。はい、なんちゃの桜井。ここはと立て目を見た。そうですね。仕掛けた時にトイトンに行くのか、六ピン残したがり優先に行くのか。さあ、どうなる。スワン、ゴールピンから瀬戸熊一つが見えている。そして杉浦のチートイツのイーシャンテン、イーシャンテンですね。
重なっちゃいましたが、一応いいシャンテンなんですけどね。はい、さあ3層仕掛けたのはなんちゃの桜井、トイトイエ、肝臓ないんで、これ陳述本一に行きやすくなりましたね、瀬戸さん。思い切ってマンズに寄せていきます、瀬戸熊です。さあ、両方もちもちになってしまった。チーワンも瀬戸熊ともちもち、桜井ちょっと上がりが厳しくなってきたか。とちょっと厳しいですね。 C1 が瀬戸熊から出ることもなくはないですね。今ロートを引いてきて、その周りでメンツができて、マンズは一通っていう風にすると C1 が余りますね。杉浦天敗、ここは闇伝。本田さんのチュンがちょっと危ない。そうですね、本田さんもね、見ているだけっていうわけにいかないんで、これで中1出る可能性ちょっと出てきましたね。風装が2枚切れ、 C1 出た。これも仕掛ける桜井、天敗、球装と流派のシャンポンです。球装はいいですし、流派も、流派でももちもちですか。流派はそうですね、親の本田が2枚持っている。球装はまだ山ですよね。チュンがどこに行くか、急須1枚行くか、これチュン、あ、行かない。でも次チュンにちょっとなりそうですね。これ桜井がチュン掴んでも止まらないですね。止まらないですね、これは止まらないですね。瀬戸熊も止まらないか。いや、瀬戸熊さんはまだシャンテン数に余裕があるので、はい、桜井さんにチュン危険なんで止まる可能性ありますね。確かにそうですね、桜井の仕掛けにもチュンは Q1 はどうでしょう。 G1 の壁どっちを選択するか。いや、これどっちも選択しない可能性もありますよ。やめ、やめちゃう可能性もありますね。 Q1 はションパイ、ションパイでなければ切りそうですけど、やめだ、そうですよね。これでチュン助かりましたね。チュンが助かりましたんで、本田さん手が進めばそうですけど、本田もドラドラですから簡単には引けない。そうですね、トンも通りましたし、カンパワン天敗、さあ瀬戸熊天敗、ここは闇天、闇天パワーワン現物、桜井さんの現物、これ本田さんも桜井さんも止まんないですね多分。そうですよね、中央ポン入ってますしね、ね、あー来た、ここに来た、パワーワン、これは瀬戸熊の上がり、一通ドラ5200は5500の上がり、いや見事決め切りました瀬戸熊。そうですね、これで瞬間的に本田さんと瀬戸熊さんほぼ並びぐらいですか。まだ本田さん浮いてますもんね。そうですね、本田は31000点、なんとプラス 5.0 で、瀬戸熊さんが14なんで、そうですね、0.2 ポイント差、ほぼ並びですね。はい、さあ本田と瀬戸熊、現在200点差。さあそして、トーン2局、桜井の矢番です、ドラー3ピン。さあこちら親の桜井、上の3色が見えています。瀬戸熊は白がドイツ、そして杉浦とムチムチになった。なんかここに行きますね、杉浦さんのところに。杉浦も上目の3色も見えている形ですが、まあなんですけど、はい、杉浦さんは周りの動きが入る前にテンパ入るかもが勝負みたいなところはありますからね。大きなラスを引かない限りは大丈夫そうなので、はい、早い闇点でね、親に打ったりするとちょっと危なくなってくるかもしれませんけど、それでも2人に抜かれなければいいので、
さあそして親の桜井は今宝珠をしてしまって少し、持ち点が減っているが、あ、789できてきました。桜井さんの条件は瀬戸駒さんより下だともうダメなので、はい、瀬戸駒さんはまずまっくり返さないとダメですね。その上で本田さんを沈めるか、本田さんが浮いてたらそれより5ポイントぐらい上に行くかですね。さあここで選択、ここはパワーン。本田はドラ受けがあるが、二目図完成しているが、少し形が苦しい。ただ簡単には本田も引けない。本田さん引けないですね。マイナスになった瞬間、結構な差になるんで。それはまたチート1のいいシャンテン。まあでも最後、浮きに回ればなんとかなりそうなんで、本田さんの場合は。はい、原点から離れないことが大事ですかね。簡単に取り戻せるぐらいのところに居続けることですか。はい、原点から離れるとちょっと厳しくなってきますね。あ、これでモンズが三面茶に変化。1、2、3ですか。これは仕掛け仕掛けそうですけど、あの杉浦さんなんで上茶が、はい、一つ泣いたらもう泣けないんですよね。基本的にじゃあもう少し地点ぐらいまでにしておきたい感じですか。にしとかないと。そうなんですよね。ドラの3ピン2は難しいところですけどね。さあそして親の桜いいシャンテンまで来ています。瀬戸駒はちょっと受けに回っているか。どうだ。桜は先ほどの失点を早めに取り戻したいところ。桜井さん、リーチ考えてますね。桜井ですか。はい、あのパーソーやリアンズワンコンになってもリーチ打ちたいんでしょうね。パーソーがよく見えるんですよね、桜井さんから。なのでパーソーのアンコで3色にならずもリーチを打ちたい感じがありますね。まあ、これならペンチーソーですけど。さあ桜井からリーチが入ってます。じゃあペンチーソー、チーソーは1枚2枚切れてて1枚持たれてるのであと1枚、山には1枚、ただ1枚いる。そうですね、はい、これを引くと大きいぞ。確定3色、逆転のトータル2になって、本田さんが結構厳しくなりますか。原点から離れるんで、原点というか素点がね結構離される。はい、さあこちらが本田です。いや積もる手にも力が入る。さあ残り1枚の地層の行方は違う。杉浦はチートイツのいいシャンテンですが、現物がないから考えてる感じですかね。チョンは1枚切れて、リーチの前に1枚切れています。状況考えるとチョンは通りそうですけど、まあ怖いは怖いですね。スピン、いいピン取って、ローピンが4枚目ってことですか。
ショーン、ここに来た。これでまた打つ牌が難しいか。チュンだ。そうですね。状況で例えば桜井さんがチュン2枚持ってるとしたら、はい、やっぱり早くテンパイしたいんで仕掛けてるだろうってことですよね。さあ、そして今最後のチーソーが本田の手の中に。これで桜井の上がり牌は山にはありません。ということは一人テンパイが濃厚ですね。はい。さあ、そして釣りが牌手の牌と2局は桜井の一人テンパイで流局です。2局の1本が ドラは3層です。親の桜井の手牌は形はちょっと9ピンがんこ。うまくまとめ上げられるか。何月の末なんと言ってシャーと言ってる。さすがの瀬戸熊さんも一泣きしますかね。どうでしょう、桜井から数ピンのコンが入っています。プレッシャー込みですね。さあ、しかし瀬戸熊チートイツイシャンテン、イシャンテンだと泣かないですかね。さあ、ピンズは寄ってきた桜井。本田も形は7、8、9の3色見えていますが、まだ形は苦しい。いや、今瀬戸熊さん見えてないんですけど、はい、チーピン食い上げられて、まあ何はつもぎりなんで見えてるんですけど、はい、結構この数ピンの色聞いてますね。さあ、どうだ。どこもいいシャンテン。こんなも黙って見ているわけにはいかないが、まだ形は苦しい。シャンテン、桜井シャンテン。さあ、どうだ。あ、テンパイ、白短期。でもこれじゃ上がりたくないですね。白短期じゃ3900。確かに何か何でもいいですもんね。何でもいいですさあ、なんかウーピンか、なんかウーピンが最高ですか。ウーピン最高ですよね。ここでメンツになってしまったが、どう見たか。さあ、どうだ。でも白積もったら上がりますよね。上がりますね、もちろん上がります。さあ、瀬戸熊天杯。いや、これ3万絶好ですね。3万短期チートイツドラドラの天杯です。勝負どこですね、また。さあ、熾烈な争いが続いてる。3ピン押したノーチャンスですけどね。桜井さんは3万止めれないけど、瀬戸熊さんは白止めれるっていう部分もありますね。確かに。どうだ。シャー短期に変えた。でもこれもまだ仮点。いいピンも押す。これは
強いですね、この E ピンも。これは周りから見たらテンパイ。いやテンパイっぽいですよね、この状況をしてるんで。でも街は絞れない、ね、街は全然わからないですね、何でもありますね。あー、一応1個置いた。さあ、桜井の街はスーチピンウーパーピン。スーチピンウーパーピン、はい、スーピンはないですね。スーピンは自分でポンしている、もう山にはない。あと瀬戸熊にもテンパイ入っている。引けない。いやすまん。うーん。いやすまん。あー、そう、ここに1枚来た。そうそう。ペー。桜井の町はスーチーピンウーパーピン。ただチーピンがない。あと瀬戸熊さんがこの順目だとピンズ止めるかもしれないですね。パーピンが1枚とウーピンが1枚いるか。意外と少ない。違う、力が入る。パーピンここに来た。ここは出ない。この順番は大きい。あー、ウーピンもここに来た。さあ、瀬戸くんのイーピンは切っている。どうだ、つもぼもあと1回ずつ。これでピンズはやめると思いますね。3枚打つと思いますか。それは大丈夫。背底が何がいるか。背底が桜井ですね。失礼しました、ね、はい、これが背底です。どうだ、白、うん、投入局1本場は桜井と瀬戸熊の2人テンパイで流局です。桜井の親番がレンちゃんです。と2局2本場。本田さんもね、このままってわけにいかなくなってきましたね。はい、そうですね。とりあえずは原点復帰して条件プラスにしないと。現状は瀬戸くまさんが2番ですね。はい、頭の歩が多い。桜井の親番ドラワーペイ1枚だ。天山像から外していったので、はい、もういつまで見てるの、見てるっぽいですね。はい、うん、杉浦の手配が良さそうだ。ロビンアンコは本田、もうマンズが伸びてきた。瀬戸熊はちょっと形が重たいか。そうですね。ブーラはピンフテの手配になりそうですが、さあどうなるか。ちょっと本田も頑張りたいところ。さあマンズに染まりきったぞ。桜井大物で決めれるか。本田一面つ完成。一歩前進、イワン切っていく。次両ワン打たれたらチーしますかね。これはチーして、チーしてドラ打って飛車ん点。飛車ん点か、はい。さあ、リャンマンチーだ。こ
ここでドラノペイを話して、桜井イーシャンテン、チーツのイーシャンテンです。でもこうなると本田さんからマンズはではないですよね。だからここから自力と、そして周りもマンズは切りにくくなった。切りにくいですね。さあ杉浦一歩前進だが、ここはもうやめる。はい、引いてますね杉浦さんは。本田イーシャンテン、ただ貫老腕もきついか。で歯は打ちました。テンパイスチーワン、桜井のテンパイはスチーワンだけですね。 G1 は山にはありません。おお、まあ現物か3万だ。これはの桜井に数値1、鎮痛の天杯が入っている。天杯、貫老腕役はありません。本田の天杯は貫老腕ですが、これ数1引いてきたら手が割って G1 が当たり牌になる。うわ厳しいですね。確かに老1はローンは2枚いるんで、つながっちゃう可能性もある。スーワンはこれ本能はスーワン引いてきてもやめるっていうのも、あ、全然ありますね。パーピンとか打てるんでやめちゃうのもありますし、まあ、やめちゃうとか回るって言ってもありますね。はい、とか回りますかね、さすがに。どうでしょう。さあどうなるか。スーチはまだ山にいます。スーワンが山に、山に3枚、スーワンって山に3枚いますよね。スーワンが山に3枚、そうですね、手配に1枚しかないですね。さあ大チャンス、桜井チーツ転売です。M1 押した、押していった。じゃあこれ数1引いたら中1になっちゃいますかね。いやー、あの1-2-3で泣いて、はい、その後3が出てきてるのでちょっと両1はなさそうな感じなんですよね。これがスチーワンとはやっぱわけが違いますね。どうだ、ローワンだ。おー詰まった本田、つま上がり。相撲300、500は500、700、はい、紙一重で交わしました。いやこれ大きいですよね、この大きいですね。こんな見事に相撲上がり。さあ曲が進みます。トーン3曲、瀬戸熊の矢番。でもまだまだ3人の競りは続きますね。はい、今の300、500で10万ポイントあったのが4ポイント上になりました。本田さんが、すぐ入れ替わりますね。さあ瀬戸熊の矢番です。ドラはローソー、ドラが1枚、チュンがトイツ。杉浦もトイツが3組、そして本田はドラドラ、両浜もトイツです。一歩なんか抜け出せる手を上がれるとまた少し違うんですが、まあ、今瀬戸熊さんだったら満貫級ですね、親満級ですね、はい、さあじりじりとしています。数番引き入れて桜井も一歩前進。さあそれよりはマンズが両面に変化。うん、仕掛けていきましたね桜井さん。はい、ペーちゃんの桜井がペーをポンしました。まあ、3900上がってまずはプラス域に行こうと。さあこちらは仕掛けた桜井、これでいいシャンテンですね。パーワンと何拍の重なり、はい、佐藤駒さんもいいシャンテン。さあそしてこちらも手が進んできました。杉浦もいいシャンテン。リュウハ
ルーハがホンダがポンダ、さあドラドラのホンダです。ああ、完治層引き入れた天敗だ。リーチった。瀬戸川の町はローキューピン。キューピンが、ローキューピンが3枚切られてるんですけど、非常によく見えますね。チーピンが。ユーラが1枚、ローキューピン3枚見えてて、瀬戸川さんから。もう4枚山です。4枚山。さあ、親のリーチが入っている。本田さんもいいじゃんですね。本田はドラドラですが、どこまで粘れるか。さあ、桜井プ前進9番引いた。本田さんは今ウーピンも取ったのでイーピンリャンピは落とせるので、はい、ドラ打たないように回りながらテンパイを目指す感じですかね。うん、3ピンはチーしないドラが出ちゃうんで、これでいいピンって、はい、ホンダもいいシャンテン復活。おー、テンパそして桜井天敗、サブロッキーワンですよ。サブロッキーワンはしかもローワンで流せんだね。3万がない、ローワンもない、山にはない。Q1 が Q1 が1枚場に出ていて2枚、Q1 1枚しかない。 Q1 1枚意外とない。ロキビンの方が強い。打たれることあります？これ、あーこれは大丈夫か。杉原さんも打たないと思いますけどね。本田さんが掴むときどうするか。これ3万も出る可能性がある。あー積もった瀬戸熊、リーチ積もドラ2000オールの積まがりです。これで完全にちょっと一歩抜け出しましたね、瀬戸熊さん。はい、瀬戸熊の矢はねんちゃんです。で、桜井さんは瀬戸熊さんをもう素点で逆転しないとね、この回の半ちゃん逆転しないといけないので、はい、今だいたい1万6000点ぐらいの差ですか。6000点の差、はい、本田さんは、プラス域に入って、プラス域に入って瀬戸熊さんと、5.7 ポイント差以内、まあ2人浮きの場合ですけどね、はい、ただ5.7ポイント差だと同点で瀬戸熊さんが上位なので 5.6 ポイント以内の差に入るんですね。 5.6 ポイント以内まあまあざっと満貫5分ぐらいですね。さあ桜井は攻めなければならない。そうですね、桜井さんも瀬戸熊さんを逆転するってことが最低条件なので。さあ今の上がりで一歩抜け出したのは瀬戸熊です。トン3局一本場です。ドラはキューピン。杉浦がドラドラ、チートイツが見えている。ホンダトンがトイツ、そして手格好悪くないです。桜井、そうですね、はい、どうにか反撃ののろしを上げたいところ。杉浦はいいシャンテン。ホンダ二差しの3色も見えています。杉浦さんも、はい、どっか一回展望補充しないと、もしかしたらもしかしますね。そんなに安全圏ではない。ちょっと素点が削られてきてて、はい、ラスをこのままになると、もしかするともしかするかもしれないです。どこかでちょっと人上がりして少し加点しときたいですね。だからこの後みんな積もり合いみたいな状態になって、はい、一人沈みのね箱ラスみたいなところに追い込まれちゃうと、二人にも逆転される可能性がまだゼロじゃないですね。この辺でこのチートイツドラドラとかを
一回覚えておきたい。決めたいとこですけどね。でも無理はしたくないですよね。無理はしないですよね。実際勝ってますから。はい。さあ、トーンを鳴いた本田。連勝点。まずは自分の原点復帰と瀬戸熊さんの親流しと。そしてスーワン待ちだ。いいシャンテン。桜井も後継ですが、なかなか有効牌が引けない。嘘が入って徳間一歩前進、イシャンテン。カンパーピン残ってるんですが、もうすでに3枚見えてるんですね、瀬戸熊さん。そうなるとなので、イシャンテンといってもちょっとまだかかるかもしれないですね。でも中ピンがドラですからね、からちょっと切り出すの怖いですよね。はい、さあ、スーワン、これはちょっと違うが、問いつてもある。スピオラもイシャンテンで粘っているが、チーワンはどうだ、ホンダには通っている。チーワンは良さそうっていうことですか？残しましたが、うん、そうですね、そちらの糸じゃないですかね。瀬戸駒さんの現物ってわけじゃないですからね。さあ、天敗だ。チーワン探知にしました。よく見えてるってことですね。あと仕掛けてる本田さんの現物ってことですかね。あ、そして本田にも天敗が入りました。チーワンちょっと危ない。うん、桜井さんのチーワンちょっと危ない。三層、うん、隣だ。桜井さんにも G1 の重なりがよく見えてるってことでしょうね。さあ、本田には E2P の天敗、そして杉浦に G1 短期の天敗。うわん、これ本田も掴んだら止まらないですもんね。止まらないし、桜井さんもいつ出るかわからない。瀬戸熊は G1 は受けがあったが、今パワー1を切った。ちょっともう闇気味のパワー1ですかね。実際2ピン当たり牌ですからね。確かに2ピンは本田の当たり牌ってことは、桜井さんこれチート室のいいじゃんっていうの2つ当たり牌ですね。え、あ、これ2ピン打つ。あー、数ピンは本田の上がり。トン3色、2000は2300の上がりです、はい、本田さんこれプラス2点時間 で2000点投影直撃ですからね。はい、ゲームにまた3ポイント差、3ポイント差、熾烈です。さあ、まだまだどうなるかわからない。トン4色、杉浦の親番です。ドラは3番。桜井が少し苦しくなってきましたが、んー、いや、まだ羽マンいつもですね。羽マンつも、うん、現状瀬戸熊さん逆転して本田さん沈めて、確かに注意点があるんですよね、はい、さあ、瀬戸熊ドラドラ。そしてラム形は悪くない。頑張りたい桜井。ドラを引き入れました。瀬戸熊 1,2,3 の3色も見えてきた。スリューラはどうにかちょっとだけ素点を回復したいところではあります。ただそれでも無理はしないと思うんですよね。うん、この親番なんで先手で両桂の待ちじゃないと、はい、リーチは打ちづらいですかね。
あの状況的に、はい、杉浦さんを標的にしなくても普通に押し返される可能性がありますからね。結果杉浦さん標的じゃなくても結果的に掴んでこの順になる可能性がありますからね、はいはいはい、だからリーチを打つには相当条件が揃わないと厳しそうなんですけど、さあ4問重なって一歩前進。ヤンシャンテンです。さあ本田はいいペーコ満足伸びましたね。チート率もありますが、瀬戸駒さんはリャンワンがネックですか。イーシャンテン、イーシャンテン、どこまの欲しいランワンは山に1枚でも瀬戸駒さん本音は2枚欲しい。山ないですね。あれ山ありません、はい、桜井さんに1枚、杉浦さんに今切られて2枚切られて表示牌に1枚なんで、あ、表示牌にいました、失礼いたしました。じゃこの 1,2,3 の3色はできない。できないですね。そして桜井が今ドラを重ねたところ。いや桜井さんチャンスになってきましたよ。数番が強いですから。桜井いいシャンテン。2番が重なった。2番がもうなさそうですからね。目に見えて3枚。はい、切られてるので。杉浦も受けている。そうですね。おー、まったリーチだ。桜リーチに行ったイースピン。イースピン、ここに4枚、5枚、6枚、7枚、あと1枚。あと1枚？山には1枚。イースピンが1枚だけ。あれ、これはどうしましょう。押すならリャンゾー。もう勝負どころですね、ここもまた。さあ、本田もいいシャンテンです。こちらどうだ。そしてイースピン1枚まだ山にいる。ギリギリですね、入り目。2番怖いところでありますが、まあ、現物がないですからね、もう。テンパイ。そうですね、嘘を打って追いかけた、数値層。数値層は3手牌には3枚。あれ、これ5枚ですか。じゃあ5枚山、捨て牌に1枚もないですよ。5枚山。さあ本田の町、数値層山に5枚。さあどうなるか。詰まった。さあ本田詰まわり。リーチ太陽ピンフツモイーペーコー、2004戦は2204、ごめんなさい、2004戦のつま上がりです、はい、休みですけど十分ですね、はい、これで逆に本田さんがそれなりのリードとなりましたね。そうですね、瀬戸熊がトータル3番手に。瀬戸熊さんは2人行きですと 5.7 ポイントつけなければいけないので、今 2.7 の 2.7 の 5.7 1400差ですね。はい、さんと、あの 11.5 ミリだとね10何ポイントあるんですけど、はい、実質8400点差ですね。さあ瀬戸熊
3番手に落ちたが、まだ弱点の目は大いにある、うん、7、1局ホンダの親番です。ドラアリアンソーだから瀬戸駒さんと桜井さんどっちきついのは、はい、ここで本田さんに連チャンされて、さらに、はい、マイナス、もうマイナスになるのがちょっと厳しいですからね。争点で逆転しなきゃいけないんですけど、これ以上開かれるとやっぱり苦しくなってきますね。さあ手配はどうでしょう。瀬戸駒にはドラが1枚、スニューラー手格好は整っているが、ここは守備的に打つ。そして本田単位は OK だが、まだ自敗が多い。桜井もちょっと自敗が重たい。さあ本田ピンズで一目つかせ。本田さんはもう一上がりで突き放したいところですね。この野蛮どうにか上がれると少し楽になるか。一上がりして親番を無事落とせればちょっと楽になるって感じですかね。一上がりはしたいです。一上がりしても親かぶりでね、はい、刺されると追いつかれてくるので。さあ数ピン重なって、瀬戸駒がリャンシャンテン。スリューラーいいシャンテン。まあでもこれチーテンでもいいですね。スリューラーチーテン取りますか。ローマはチーテンじゃないですかね。これでイシャンテン、ヤウピン引ければ。はい。三色の手代わりもありますが。いや、ドラ1あるので、ピンフならばリーチ行くんじゃないですかね、ヤウピンで。高見ペーコーならば。さあ、こちら瀬戸熊イシャンテン、どうだ。そしてこちらもイシャンテン。これ甘露庵杉原さん入って闇天で飛び込むのが一番怖いかな。焦ってる三者としてはそれは辛い展開だが、桜井も一歩前進。ドラドラ、これはつまりる。もう置いとけないですよね、これ以上。さあこのドラ打ちを見て、そして広くはなるんですが、いやーでもロウソクが打ち切れないとまた半分やめみたいな感じですね。ここは打っていった、うん、一瞬でもロウソク打っちゃうともう一回でかい入ったら打てないですからね、はい。さあ2ピン引けるか。ローワンは今度は小さそう。目いっぱいにしてれば。さあ本田も粘りたいとこですが、形がちょっと間に合わないか。粘りたいんですけど、順目が深くなってきたらもう宝珠を避けなきゃいけなくなってくるので、はい、どこまでね押せるか。チーピン、これも瀬戸駒に通っている範囲ではない。ここは一度ペイにした。そして桜井もイーシャンテンまで来ています。桜井さんは今負けてる立場ですからね、はい、これはチーテンですか。あ、チーピンが一回止めてたのどうするか。さあ、甘露庵仕掛けて、スリューラ転廃。ウーパーソー。
そはセブラに。ああ、嘘だ。ここはホンダ補充となる杉浦の上がり。タイヤを3色、2000点の上がりです。実質6.4ポイント。6.4ポイント。5.7上行けばいいんで、徳間さん842になればいい。44,200になれば OK だね。44,200にはあと6,000点。6,000点、はい、はい。さあ、何曲、桜井の夜番です。ドラバシャ、桜井はここ踏ん張らなければならない。桜井さんはそうですね、最後の親番、もうここは受けてられないですね。さあ、こちら桜井、瀬戸熊のところにドラが1枚、瀬戸熊は2面通完成しています。そしてナンガトイツの本田のところにもドラが1枚、これで広がった。瀬戸熊早いか、ルーラーも手格好は悪くないが、さあ仕掛けたホンダ、うん、ドラー先ですかね。あ、嘘から嘘から何の後付けの形、いいシャンテン。そうですね、はい。何が表示牌に1枚なので次が2枚目ですね、はい。本田さんから見たら、例えば桜井さんのところに行っても、はい、もう止めてられないってことですよね。はい、打ち出されそうです。さあ、いいシャンテン、ここは先に山から、はい、ペン3は先に埋まれば闇点が効く。そうですね、ピン風になれば点牌取りそうですね。さあ、何の行方はどうなるか。瀬戸熊これでいいシャンテン広くなりました。ドラが出ていく形ですが、瀬戸熊さん両シャンテンですね。失礼しました、頭がない形ですね。そうですね、失礼しました。ドラが重なれば文句なしですが、そうですね、6、7、8も見えてない。見えてそうで見えないやつですね。見えそうで見えないやつです。見えそうで見えない。さあ、ここでドラを離した。もうこれ以上引っ張り切れないと。うん、お、桜井さん、チートイツイションテン。さあ、ここで瀬戸熊もドラを離してイーションテン。瀬戸熊さん、今の手形ですと1326をつぼれば最悪点ですね。リーチ打って面単ピンつもり、先にどこか頭ができれば。そうですね、どうだどうだ、9ピンはつもりり。あ、そして桜井、ここは粘らなければならない。そうですね、チートイツなんで、うん、難しいといえば難しいですが、これは、さあ、これで頭がない形どうしましょうか。テンパイ取る手もありますし、はい、例えばローソーとか打つ手もありますよね。で、決め手の3色作りとか、はい。さあ、瀬戸熊何を選択するか、ここは重要なところです。形式、まあ仮点に取って短期に取って上がれたとしても、そうですよね、やっぱ決めてまくれる手を作りましたね。ここはローソーにした。さあ、もう一回作り直し。ところで難が深いですね。難深いですね。さあ、桜井もどうにか天敗
いや、来た、狙い通り。これだ。どっちにする？リーチ打ってパワー1つ持って3,000-6,000になると相当大きく抜け出しますね。闇点。ブーパワー1。パワー1こぼれんのも狙いですか。パワー1が高め。はい、本田さんの背後にパワー1がありますからね。桜井さんもパワー1を切ってる。さあ、しかし本田仕掛けて天敗。これも残ってるファン牌が何しかないので、はい、相当何も後付けないし、あんこっぽい仕掛けですね。ブーワン大丈夫ですよね。大丈夫。さあ、セットクマのウーパーワンか。これで動いたので、ああまだそれでもやめてん、うん。リーチに行くっていうのもありましたね。手もね、ありますけどね。リーチ行く利点は休めの1326でも逆転できるってことですね、はい、一時的にとはいえ。さあ、そして何も深い。深いですね。パーワンは打った。これ瀬戸熊の上がり、タイヤをピンフ3色、うん、これは瀬戸熊さんの選択が決まりましたね。7700の上がりです。あの天敗取れてもね、あれをそこからやめてもらって、はい、ですね。これで桜井さんも相当厳しくなりました。いやー、瀬戸熊さんともう初戦で30ポイントぐらいついちゃったんで、はい、まあ3倍マンとかに役満みたいな感じになってきましたね。そして残すところあと2曲、瀬戸熊の親番です。3曲、ドラワパーピン7.4ポイントなんで、2000点で本田さん OK ですかね。そんな2000点で一時的に瀬戸熊に逆転をすると、はい、なので瀬戸熊さんはここでもうちょっと話したい。はい、もうオーラスはもう1曲ですからね、杉浦さんの親なんで。そうですね。さあ、2000点欲しい本田。このままオーラスに行くと上がり競争になりますね。天敗の王点で逆転されるので、瀬戸熊さんも降りれないので、ぐらいはマンズで一目つかん。セドラが1枚、そして瀬戸熊って格好は悪くない。悪くないですね。ここは本田と瀬戸熊勝負どころ。シャアちゃんの本田はシャアが統一です。あと1枚何か役配が重なれば2000点も見えてはきますが、まあ、とりあえずここで1000点上がって、はい、オーラスまた1000点の上がり勝負でもいいわけですけどね、はい、うん。さあ、まずは後継に変化して、逆に言うと本田さんはこれ以上離されちゃう方がきついかもしれないですね。ああ、確かに。この状況で1局勝負ならまだ、はい、2000点1局勝負ならね、勝ち目はありますね。ありますけど、瀬戸熊さんに上がれちゃうと、もう1曲増えても結構厳しいかもしれないですね。そして桜がドラドラになりました。さあ、瀬戸熊いいシャンテン。これ面単品ならリーチ打って26ホールで突き放しに行きますかね。瀬戸熊さんどうなんでしょう。リーチ棒、いや出して、はい、例えば本田さんに上がられて、はい、もう本田さんの手がねそこまで高くなければまだ実直勝負、まあ、はい、オーラス上がり勝負なんでね。さあ、シャアを仕掛けた本田、はい、本田さんは上がりに行って、この点数の点差のままオーラスを迎えたいってことですね。うん、一局勝負で。さあ、タイヤ王がついたら、ここは9ピン、瀬戸熊インシャンテン。さあ、これも仕掛けた本田リャンワンを両面で仕掛けてイーシャンテン。桜井さんドラドラなんで、はい、無理でも何でもこの手満貫以上にして上がりたいですよね。満貫にして上がると倍満条件ぐらい残りますか。さあ、両ピンも泣けた本田天敗貫老ピン。満貫上がると次がこれローピンちょっと危ない。桜井のローピン。パーピン軸に2面ずつ作れば大丈夫ですが。さあ、瀬戸熊も力が入る。リャンワンはどうしましょう。くっつきですね。どうリャンワン頭にすれば。しごろさしご。難しい。3色まで狙うのか。ここは3層にした、うん、
マンズとピンズのくっつき。1500の連チャンがね結構微妙ですよね。1500も上がれば、はい、一応本田さんの条件3級になるんで、はい、一段ねハードル上がるんですけどね、はい、決め手とは言い切れないんで。ただこのルール3級はまあまあの難易度じゃないですか。そうですね。だから瀬戸熊さんはどこを見て上がり系を作ってくるのか。本田の町は貫禄ピン、瀬戸熊にいいシャンテンが入っている。広い広いシャンテン。桜井は、うん、チートイツに決めた、はい、ただローピンは自分で打っている牌ですから。ただもう打てないですよね。ドラマタギだから全部使い切ってのチートイツでハネマンズも目指してる感じですかね。さあ杉浦はもう受けている。あーローピン積もりました。ホンダ300-500。さあ本田シャア300-500のつながり。これ多分もうほぼ上がり勝負ですね。まだ瀬戸駒さんが上でしょうかね。さあ次は特に条件確認しないでいくので、はい、もうああもうそうですね。1ポイント差、1ポイント差 0.1。 失礼しました。100点差ですね。100点差はもう何でもいい。何でもいいですね。上がり競争。ただ本田さんは上がんなきゃダメだから、本田瀬戸熊両方転敗だと、はい、両方の点でも脳天もダメって。いや、瀬戸熊さん、本田さんが脳天なら脳天でも大丈夫。あ、はい、本田転敗で瀬戸熊脳天はダメ。ダメですね、はいはい、さあ、こちらが最終局です。親の杉浦の手牌、ドラは G1 です。桜井さんの3倍マンツモだとダメそうですね。ダメかな、桜井は出上がり、積も上がり、役満ならどこからでも OK。 3倍満はちょっと足らないってことですね。100点足んない。さあこちらが役満が必要な桜井。 ね、そして瀬戸熊は白が統一、小僧統一悪くない。そしてこちらがホンダ。いやこの形だと瀬戸熊さんまず一歩リードですね。どうしても打ち出されるので。そうですね、ここの箱はまだ出ませんが。出ないですね。国士ですかね。桜井さんは国士で、桜井さんが国士に行くとなると、はい、まあこの白がねもう最後かもしれないんで、瀬戸駒さんも一泣きしてきますよね、多分。さあ力が入る上がり競争。さあ本田と瀬戸駒の一騎打ちです。積もが見えません。瀬戸駒さん気合が入りすぎてそうですね、前のめりに。それだけ力が入るこの最終局。いやもう力は入っちゃいますよね、うん、力をもう超えたものが入り込んで、気持ちが入り込んでんで、うん、だから甘い鏡になるんですよね瀬戸熊さんって。さあ本田は最低でも転敗は必要。さすがの瀬戸駒さんも一泣きです。さあ箱泣きました瀬戸駒。これでいいシャンテン。ここは3ピンで、桜井さんが、はい、諦めないと、はい、単ヤオハイ打たれるんですけど、はい、ここまでか迷惑かけちゃいけないなとかって思うと、はい、ちょっと絞られるんでね、どうなるか分かんないですけど。本田はピン引いて一歩前進。本田さんはもう前に出るしかないですからね、はい、さあ桜井はもう箱合わせた、はい、なんで諦めましたね。ちょっと遠かったですもんね、はい、でも杉浦さんは降りるので、本田さんは最低条件転敗ですね。うん、最低条件転敗、上がれればそれで決まる、はい、転敗してて
瀬戸熊さんの脳天頼み、これが最低条件。しかし現状瀬戸熊はいいシャンテン、転廃するのも時間の問題か。さあこれ、いやー、観浪湾とウーピン観浪ピンチーソーなんで、そんな簡単じゃないですね瀬戸熊さんのいいシャンテン系も。瀬戸熊の支配はこれで、あー転廃だ。これで本田さんは上がらないとダメですね。まあ、瀬戸熊さんが降りることもないですからね。本田さんの脳天が、はい、確実な脳天が分かんない限り降りないですから。そう、しかし本田もイーシャンテンに来ましたよ。カンワンカンリャンピン。さあどうなるか。瀬戸熊には天敗が入っている。本田はイーシャンテン。うんと間違う。観浪湾か。観浪湾は E1 残してるってことは3色ね、仕掛けが効く3色もね、本田ですね、視野に入れていくもんですよね、はい、そうなると浪湾が打ち出せる可能性もちょっとありますね。確かに。さあ瀬戸熊の観浪湾、山には2枚結構いますね。ウーワンはでもいる、ウーワンもいるんじゃないですか。じゃあ1枚、あー、ここに1枚来た。1、2枚。リャンピンは1枚切られた。リャンピンは3枚いる。いや、今2枚いる。今1枚、2枚いる。2枚。わからない、これは。2枚対2枚。これは全然わからない。あ、ごめんなさい。ローワンは1枚です。ローワン1枚に1枚いるので。ってことは、追いついたら本田さんの方が強い。はい。少しだけ。少しだけ。瀬戸熊さんの手代わりもありますけどね。カンパワーを変えるか変えない。ない、まあ、パワーは目に見えて2枚ですからね。さあ、転廃できるか。ローワン、うわ、ローワンじゃない。ローワンじゃない。ということは、ローソー引いてとか、リャンピン引いて数万切りとかして、うわ、そうすると相当上がりが難しい。大山に1枚いる。いやーこれは軍配は瀬戸熊か。さあ残り順目も少なくなってきた。さあこれが最終局。本田はどうだ。リャンピン引きましたよ。でもローワンは報酬です。選択数は打つしかない。手代わり待つ余裕がないんでリーチ打って、ローソーはまだ山にいます。ローソーの引き合い。ローワンは山にいないんですよ。いないですね。さあ瀬戸熊さんも脳天にはできないんで、はい、降りることはないですから、瀬戸熊と本田の2人で老僧のめくり合いという形になるシャンポンを選べば、まずは選べるかどうか。はい。さあ本田、ここをどう選択するか。老ワンは宝珠となる。さあ命運を分けるこの一打です。E1 は自分、まあ、通ってて、はい、C1 動いてないって考えると、はい、数ワンの方を選びそうな気はするんですけど、この極限状態でどうでしょうかね。ウーワンの方がいい、よく見えればローワン切りもありますからね。上がりをしなければいけないので、うーん、さあどっちを選ぶか。数ワンでリーチに行った。まずは第一関門ですね、はい、突破しました。あとは老僧がどこに行くか。さあ瀬戸熊はもう瀬戸熊さん降りれないですからね。はい、瀬戸熊さんも降りれません。リーチと一緒ですね。さあ老僧のめくり合い、詰まったのは本田。リーチつも500戦のつも上がり、これはすごいですね。さあこの上がりで本田に2位の椅子をもぎ取りました。さあ最終戦終了いたしました。最終戦は
トップ最終戦が終わって本日ベスト 16B 択の勝ち上がりは杉浦と本田という結果で終了いたしました。さあ長い長い熱い戦いが終わりました。今野さん本日いかがでしたでしょうか。そうですね、あの前半だけ見てたらね、はい、杉浦さん今日は手回しも出ないかなって見てたんですけどね、数万個一発で全て流れを変えて終わってみれば圧勝と、はい、でね、注目の2位争い3人による2位争いが熾烈な戦いでしたが、はい、瀬戸熊さんが1回抜け出したのを本田さんがね、はい、もう針の穴を通すように、そうですね、上がりを掴み取りましたね。さあ本日の十段戦ベスト 16B 択は杉浦と本田が勝ち抜けいたしましてベスト8に進出いたしました。そして次回の十段戦ですが、こちらご覧の C 択ですね、10月30日の金曜日15時から内川幸太郎、柴田義和、吉野由紀夫、西川淳という4名でのまた熱い戦いをお送りいたします。実況は私古川への解説は桜井秀樹が務めます。じゃあ今日のことはゆっくり聞いてください。今日のことはゆっくり、はい、そうですね、その時に、はい、はい、いろいろな裏話を聞けると思います。いやーすごいスワンコがすごいドラマが今日もありました。また次回も熱い戦いをお届けできると思いますので、お楽しみにお待ちください、はい、それでは本日は長時間のご視聴ありがとうございました。また来週。